はい、お世になる。安倍首相が、辞任したということを、盛んに報道を行っております。ではその次にですね、岸田文雄が、云々しておりますが、河井案里、河井克行の件に対して全く説明責任も果たさず、そして、広島県連一つまとめられない人間がどうして国という大きな、組織をまとめることができるでしょうか。そしてまた、核兵器、原爆投下をされた広島において、対米従属的、現状に対して何ら政策を持たないことは今までの、広島における8月6日の岸田文雄の、所作あるいは行動というものを見ていればよくわかるのではないでしょうか。その中の、いろいろ判断材料あると思います。例えばですね、日本共産党が、申し入れした、ある、要請というものがありますので、ここにご紹介いたします。約4年前の5月31日、横浜ドックでの、米軍兵の特殊訓練に強く抗議し、日本政府として、アメリカに毅然としたる対応を求める要請というものが、出されております。防衛大臣、中谷、そして外務大臣岸田文雄に対してでございます。これを提出したのは日本共産党神奈川県委員会並びに日本共産党神奈川県県会議員団並びに日本共産党横浜市会議員団でございます。内容をご紹介いたします。5月16日の朝日新聞横浜版は、横浜港の米陸軍施設の横浜ノースドックとその周辺で大型連休中の4月29日、米空軍横田基地所属のヘリコプター UH-1 が日本側へ通知せずに特殊訓練をしていたと報道しました。同紙によれば、在日米軍司令部は空軍横田基地のヘリ UH-1 がノースドックで訓練をしたと回答し、さらに4月25日にも昼と夜に同型ヘリが訓練したことを公表しました。在日米軍によると、この訓練は特殊任務飛行班によるもので、夜間は暗視ゴーグルも用いて難易度が高いものとされる。ノースドックの南西側は観光施設が集まるみなとみらい地区であり、北東側は工場や発電所が、西側には横浜駅周辺の商業施設がある。このような地域でかなりの危険が伴う訓練を行うことは絶対に容認することはできない。そもそも横浜ノースドックは港湾施設として米側に提供されたものであり、横浜市も神奈川県も港湾施設であり訓練施設ではないと位置づけている。またノースドックの周辺海域を含む上空に訓練空域の設定もされていない。したがってここでの訓練は日米地位協定に違反する疑いが極めて強いものと言わざるを得ない。さらに米軍は主な訓練等については日本側へ事前通報し、情報は国から自治体へ伝えられるのが通例であるが、今回は日本側に訓練の通報はなく、防衛省も横浜市、神奈川県のいずれも一連の訓練を把握していなかったことも問題である。
日本共産党神奈川県委員会は今回の米軍ヘリの横浜湖での特殊訓練に強く抗議するとともに米防衛省に対して以下の点を強く要請するものであると。一つ、防衛省及び外務省は今回の米軍のノースドック及びその周辺での米軍の特殊訓練について事実関係を確認したのか、また確認しているのならその内容を明らかにされたい。二つ、今回のような訓練施設以外での訓練は絶対に行わないよう米軍に要求すること。三つ、日米地位協定の抜本的改定は障害知事会や神奈川県の県市連絡協議会が毎年の国の要望にも掲げている要求であり、また日米連も2014年10月に日米地位協定の決定を求めてと対する提言を発表している。日米地位協定の運用改善ではもはや対応できないのは明らかである。米国と直ちに日米地位協定の抜本改定に向けた協議をされたいと、結んでおります。例えば広島には呉に、米軍の、弾薬庫があるということは皆さんご承知の通りでございます。このことについて岸田文雄が何か議論したこと、あるいは発言したことがあるのか、私は知るところ知りません。もし知っている人があったらぜひ教えていただきたいと思います。そして口に缶をし、在日米軍あるいは原爆投下に対して責任追及をした事実も私は知りません。このようなものが仮に、国の代表となるならば、その政策を事前に示し、そしてまた対案解決策を現在そして過去にわたって、示しているべきではないでしょうか。腫れ物に腫れるように自らの都合のいいことに対しては一切触れない。そして河合案里河合克行に対しても一切説明責任をしない。自民党広島県連一つまとめることができない。このようなものに裁量があるか政策力があるかと言われれば私は皆無だと思います。広島県内あるいはまた広島市内の人ではない人はあまりよくわからないと思いますが、だいたい毎年のようにですね、8月6日近くなってくると広島県庁あるいは本通り平和記念公園の前を上空をですね、超低空飛行をする米軍の、軍用機が通過するんですね、爆音を立てながら。このことに対してもただの一遍でも岸田文雄が異を唱えたこと、あるいはこの問題に対して何か言ったことは私は知りません。いまだに広島はそして日本は制空権は奪還されていない。いまだ制空権は占領軍に握られたままなんですよ。このような状態で果たして独立国と言えるでしょうか。そして自主独立の憲法を制定するなどということが言えるでしょうか。到底このようなものはほら話としか聞くようえないのではないでしょうか。皆さん、あなた方の決断が、大きな結果を生むと思います。一つでも多くあなたが信じる正確な情報というものを入手して、二度と過ちを犯させないためには誰を選ばなければならないのか、誰が国を司る者に必要なのか、そして適正なのか適任なのかということをもう一度あなた方自身が振り返っていただきたいと思います。以上、広島県広島市の在野の一総盲の身から私の見解を述べました。本日も動画視聴ありがとうございました。